こんなの本物の恋人同士みたいだ。なんでそんな肝心なことを仕事切ってから言うんだ。受けないなら正してくれるのが編集だと思ってた。だってそういうのが好きなんだよ俺は。そりゃほっといたら書いちゃうよ。お前のせいだ。お前みたいなのが近くにいるから。バーカ。洋服を着たまま海に溺れるように、暗いものが染み込んで黒いものを吸い込んで、ブヨブヨになった体はずっしりと重く重く。なんだいるじゃねえか。電気もつけねえで何や。よ、ほら飲め。おい、何があったらこんなことになんだ。ん？おーい、よー、聞こえてるか。おーい、熱はないな。よ、とりあえず口開けろ。ああ、マジか、たく。うん。はい、おしまい。ちょっとここで休んでろ。ほら、あん。ごちそうさまでした。美味しく完食してしまった。よし、じゃあ次は風呂な。何？嫌なの？なんか落ち込んでんの？漫画がとてもダメです。お前漫画がダメだとこうなんの？え、そんだけ？うん。そんだけってなんだよ。こっちは今にも死にそうな気分なのに。海沿いって昼と夜とで風向きが逆転するんだよ。で、風が切り替わるときに無風になるのを凪って言うんだけど、お前は今その凪な。また少ししたら別の風が吹いてくる。そういう状態。
ほら。なんで？ん？何が？いや、怒られるかと思った。家事してなかったし。ああ、別にいいわ。得したし。得？うん。一緒に風呂入れたし。ほら、早く来い。今日はお前がされるがままで気分良かったわ。もっと落ち込め。こんなの本物の恋人同士みたいだ。あんたまるで本当に俺のこと好きみたいじゃん。